こんにちは、そこを健康なうの時間です。今日はですね、胸郭を広げて呼吸器や循環器の症状を緩和する体操を紹介します。まずは、このように一番楽な位置、肩幅より広めに手をついて四つん這いになってください。この時に肘を突っ張ったり、力んだりしない程度に、肘は軽く曲げて、腰は、反ってしっかりアーチを作ってください。次に、首を伸ばすようにゆっくりと上げます。引っかかりを感じたらそこで止めてください。ポイントは、首を、亀が甲羅を頭から出すイメージで伸ばしながら上げます。首が簡単に上がるときは、腰にアーチができていないことがありますので、注意しましょう。次に、まず仙骨という部分と胸骨という部分を意識するんですけども、まずは、仙骨を軸にして胸骨から体をゆっくり引っ張り、10秒キープ、この時しっかりお尻を固定して背骨一本一本の間隔を空けていくようなイメージで伸ばしてください。次に今度は逆に胸骨を軸として仙骨からゆっくり引っ張り10秒キープ。今の仙骨を軸にするのと胸骨を軸にする交互に数回行ってください。この時も腰のアーチが崩れると効果は全てなくなるので注意しましょう。終了後下腹部までに大きな呼吸が入れば OK です。簡単なんでぜひやってみてください。以上、川越とペイ先生がお送りしました。ではなんだか爬虫類になったみたいですごく気持ちよかったですね。ではまた来週。